ロティーナ幹事のように皆様にご挨拶を申し上げます。皆さんおはようございます。今日はチーム交流会に来ていただいてありがとうございます。この場を活用してまずレジェンドこの方たちに感謝を示したいと思います。このクラブの発展に、すごく重要な貢献をして、いただいたということが想像できます。で最大のリスペクトを示したいと思います。今日この試合のためにAgradecer a todos los sponsors que ayudan al club y que hace posible que el equipo tenga ambos los jugadores, porque si no sería imposible. すべてのファン、サポーターの皆さん、今シーズン前半戦、苦しい時も支えてくれたことに感謝したいと思います。これからリーグ戦の佳境に入り、天皇杯というすごく美しい大会も始まっていきます。Necesitamos vuestro apoyo, necesitamos vuestra exigencia, necesitamos que estéis cerca de nosotros porque eso va a hacer que nosotros trabajemos más, con más alegría, con más responsabilidad. O sea que cuanto más cerca estéis de nosotros, dejaremos el éxito lo más arriba posible entre todos, entre vosotros y nosotros. Nosotros vamos a estar en la guerra, vamos a estar en la guerra.では続いて選手を代表し今回のイベントポスター自治会長役で写っておりました水沼浩太選手よろしくお願いします。皆さんこんにちは。自治会長に任命された水沼です。今日は暑い中お集まりいただき本当にありがとうございます。日頃の僕たち応援してくださっている皆さんの、に、感謝を今日 の, このファン感謝デーで、お手出しという形で、皆さんに、返したいと思います。今日は笑いがテーマなのでたくさん笑って、たくさん笑ってたくさん笑ってたくさん笑って、はい、楽しんで帰ってください。今日は日向暑いんで水分補給と日焼け止めは欠かさずよろしくお願いします。ありがとうございました。自治会長さあ出ました。さあそれではいよいよですね長西チームホームのプレゼンツ2019セレッソ大阪ファン感謝でセレッソ商店街桜祭り笑いと涙の25年スタートになりますが、はい、ここからは、はい、みんなで一緒にスタートしたいという思いがありますからね。一つになろうということで、はい、水沼選手にですね、うん、セレッソ商店街と言っていただいてますので、はいはい、サポーターの皆さんにはキックオフと返していただきたいと思います。ホームランドレスポンスでスタートということですね。これ練習なしでじゃあいきなり本番でいいですか。皆さん出ましょうか。セレッソ商店街キックオフ元気にね行きましょう。さあ
それではスタートの掛け声を水沼選手、はい、お願いします。いきます。